はい、どうもキャラセレンの西村です。キャラクターセレクトが迷彩強キャラランキングの提表を作ったので、参考にしていってください。参考になんねえよって思った方は、一生、オシュレットの強を浴び続けてください。まずは主人公ルーク。どこか上の空ですね。洗濯後のポーズも特に個性なし、洗濯前は軽く腕鳴らしする程度、強キャラだからってアップ足りてないんですよ。一流のプロは試合前のアップから整えるんですよね。 C です。一旦これを基準とします。次は J に。完璧ですね。洗濯前は体全体のチェック、いいパフォーマンスを出す上では必須なんですよね。そして洗濯後は音楽に乗りながらモチベーションを上げています。もう試合に臨むだけなんですよ。ですでしょう。何やら私がジェイミーを贔屓してるみたいなコメントあったんですけど、ランキング童貞は黙っててください。ちなみに私はどちらかといえばジェイミー嫌いというか苦手です。変な勘違いは持てないのでやめた方がいいと思います。次はマノン。美しいですね。洗濯後のポージングも決まっています。洗濯前はマノンならではのモーションでキャラが引き立ってます。あとはもうお尻なんですよ。キッズには分かんないと思うんですけど、やっぱりお尻なんですよね。よだれが止まりません。 A です。次はキンバリー。個性的ですね。ただちょっと守りに入っている印象を受けました。洗濯前、洗濯後、もうちょっと攻めてもよかったと思います。 C でしょう。次はマリーザ。渋いですね。これはプレイヤー側が整う印象があります。地味なんですけど、自分のキャラは強いと思えるような演出がめちゃくちゃいいんですよ。 C です。次は1979年5月30日生まれ、声優であり歌手でもある、大阪府生まれの熊本県熊本育ち。ツンデレそうなやつは大体友達の声優くぎみやりえでおなじみのリギー。洗濯前がやたら力入ってますね。ファンサが手厚いんですよ。前の入場シーンランキングでもそうでしたが、リリーはファンを大事にしているのが分かります。 A でしょう。次は JP。 始めましょうか。始めましょうか。洗濯した時かっこいいですね。こいつはいつも演出弱いカナディだろって思ったんですけど、かましてきましたね。 C です。次はジュリちゃん。
try to say I'm overrated. If you from where I'm from, you're not supposed to make it up. The time is now, I got this, I'm on fire. 私の出番だね。 Yeah, I've been a success. I'm like a diamond. 小道具使ってきましたね。インフルエンサーにありがちな、結局私を見てみたいな小道具の使い方じゃないので好感が持てます。最後の睨み合いもこの後の入場シーンにつながるのでいいと思います。 B です。次は DJ。 ノリノリですね。洗濯後が本店かってくらいのノリノリです。洗濯前はちょっと単調になってしまっています。 B です。次はキャミー。猫ちゃん来た。いいハンターってやつは動物にされちまうんですよ。猫ちゃんに触る前の声も優しさがにじみ出てていいと思います。ただギャップなんですよね。いつもクールなので猫ちゃん出すくらいならもっと攻めてほしかった。 C でしょう。次はたかし。よし行こう。よし行こう。ダサ。令和とは思えないダサさ。たかしは渋いかダサいかの二択ですね。これはたかしでしょう。 D です。次はホンダ。稽古つけてやるわ。洗濯前は小道具のレベルじゃないですね。力が入っています。ただそのせいで洗濯後がもうちょっと欲しくなっちゃいます。最後向き合うところもかっこいいです。 B でしょう。次はブランカ。喋った。インパクトはないですけど、洗濯前洗濯後どちらもバランスがいいと思います。 B です。次はガイル。この守りを崩せる。この守りを崩せる。透かしてますね。最初から最後まで透かしてます。中途半端になるよりはいいと思います。 C です。次は剣です。任せな。かっこいいですね。ダサくなりがちだったんですけど、全体的にバランスがいいです。洗濯前に体全体のチェックをしているところ、洗濯後の任せなっていうセリフもかっこいいです。 A でしょう。次はチュンリー。
力を見せるわよ。いい足ですね。っていうのは置いといて、このキャリーバッグのようなものに座るのみっともないんですよね。空港でもたまに見かけるんですよ。子供ならいいんですけど、いい大人がやるのはみっともないと思います。私はそういう風に育てられたので、C です。次はザンギーフ。大きい。洗濯後の湯気の感じかっこいいですね。洗濯前にスクワットでパンプアップしてるのもキャラになってると思います。 B でしょ。次はダルシム。インパクトありすぎて草から洗濯時のモーションだいぶこって作られてますね。洗濯前もわけわかんなくて好きです。あと一押しデースでした。 A でしょう。次はラシード。いい風向きじゃない。すべての小道具を完璧に使いこなしています。洗濯前からモーションはねし、洗濯後は置いてあったジンバルを使ってアピールし続けています。この後の入場シーンでも 1P 側がジンバルを持って入場してきます。 S です。次は秋。君が悪いですね。キャラの強さが引き立っています。洗濯後ぬるっと降りてきて直立するんですけど、これは何もしていないんじゃなくて、変に動くよりあえてこの動かないことでさらに秋のキャラが引き立ってるんですよね。 A でしょう。最後に江戸。退屈させんじゃねえぞ。飲み物飲んでるだけで絵になりますね。座ってるのが段ボールっぽいので西村家の教育上セーブです。最後に近づいていくのもなかなかいいんじゃないでしょうか。 B です。いかがだったんでしょうか。最初ためにはもっと猫ちゃんと触れ合ってほしくて腹を渡りに繰り返ってたんですけど、なんとか冷静になれました。感情のコントロール S です。ご視聴ありがとうございました。お尻より胸派の人はチャンネル登録した方がいいと思います。はい、すいません。はい。